村さん、今のお仕事以外でなりたかった職業は何ですか？言えない言えない、俺誰にも言ってないもん。本当はレーサーになりたかった、うん、一番最初中学校の頃はプロボーラーになりたかった、ね、中学出てすぐボーリング のプロテストを受けるつもりだったんですけどね。その次はもう18になって A 級ライセンスってあるんだけど、それ取って、すぐに車のレースの方やっておりましたから、これも結構、まあ、向かうとこ敵なし状態、ただ金がないからね、金がないと車のレースは勝てないから、なんでうちの親父はガソリンスタンドの親父じゃなかったんだろうっていうのは俺ちっちゃい頃そう思ってましたけどね、そしたら車の整備に金かかんねえのにみたいなね、そういうところがありましたけど、その20代の時は車のレーサーになりました。本当になりたかったものはまた別にあったんですけど、それは言えない、恥ずかしくて。